やっぱり鳳凰といえば空ですよ。クローゼさん、最高のおんぶをありがとうございます。いえいえ、ほうちゃんさんは空を飛ぶのが大好きなんですね。はい、と言ってもほとんど記憶もないんですけど、それでも本能で求めている気がするんです、この空の景色を。なるほど、いろいろ事情があるんですね。あれ、また聴覚センサーに反応が。話し声ですかね。内容まではわからないですけど。こんなところで、居住区からはかなり離れちゃってますけど、何やら怪しいですね。とりあえず行ってみましょう。ほうちゃんさん、しっかり捕まっててくださいね。ビューン。あ、そうなんですか。意外と暑さは気にならないんですね。ふむふむ、草食の恐竜さんにかじられるのが日々のストレスなんですね。それは大変ですね、心中お察しし。こんにちは、マッシュポテト。はじめまして、私クローチェって言います。今のってこっちのご挨拶ですか？ポテト。あ、違うんです、違うんです、怪しいものじゃないんです。私はただジオゲヘナの草花さんたちに住み心地についてインタビューをしてただけで。いやいや、インタビューなら街角を行く素敵な一般の皆様のお時間を頂戴するもんだろってことですよね。わかります、わかってます、わかっちゃいるけど、この手だらくなんです。ジオゲヘナでは見ない顔ですね。すっごく怪しいです。でもでも、おーちゃんさん、こちらの方は怪しくないって言ってましたよ。だったら怪しい人じゃないですよ。怪しい人ほど怪しくないっていうものなんです。とにかくそこのあなた、名前を名乗りなさい。鳳凰の命令ですよ。命令？従います。葵です、ぼっちのエルフの葵と申します。葵さんって言うんですね。葵さん、あ、もしかしてあの葵さんですか？大丈夫マイフレンド君のお友達の。え、そうですけど、どうしてそのことを。世間一般に対して大々的な公表はしてないはずですが。やっぱり、私クローチェって言います。ポポおじいさんによくメンテしてもらってるんですよ。あ、あなたがポポおじいさんから聞きました。はじめまして、いつもお世話になっております。もしかしてお知り合いだったんですか？知り合いだなんて、そんなそんな恐れ多いです。今日が初対面ですし、知り合いの知り合いというだけで。あれ、私たちお友達じゃないんですか？はい、だって葵さんはポポおじいさんのお友達ですよね。それなら私ともお友達ってことですよね。そういうものなのですか？葵さん、どうかしましたか？よっ、やけやすぎ陽次郎。待ってください。あれ、死んです。どこかで精霊が暴れてるみたいですね。それも結構な大暴れです。よ、これじゃ走るのも。気のせいかな、足元の地面が割れてるような、広がってるような、落ちちゃうような。あ、大変、キャプチャー。ま
んですか？私、生きてるんですか？クローチェさんの腕が服を掴んでる？ちょっと危なかったかもですね。私のアームさん、葵さんを連れて戻ってきてください。クローチェさん、なんていい人。こんなぼっちでネクラな私を友達って言ってくれるばかりか、物理的に手助けしてくれるだなんて。ぼっちが直視するにはちょっと眩しすぎる人な気もするけど、でも逆にここまで眩しいとかえって別次元の相手って感じがして、むしろ遠すぎて気が楽みたいな。そうじゃないような。もしかしたらこの人なら私たちをぼっちから卒業させてくれるかもしれませんよ、団長さん。あ、服だ！ごめんなさい、お洋服をギューってしすぎちゃいました。私、力加減が下手っぴなんです。とにかくクローチェさん、早く安全なところに降ろしてあげてください。そうしないと、もっと大変なことに。わかりました、葵さん、もうちょっとだけ我慢してください。お願いします。